剣と魔法のログレス、古の女神。そろそろさ、装備セット50個ってもう足りないよね。一つのジョブに対して、最低10個は欲しいよね。まあ石使ってもいいから、最高、まあ一つのジョブで15個ぐらい欲しいな。クエストによって、使う武器とかも違うし、防具も違うし、まあ、特にアストラ大陸と普通のクエストは全く違う装備なので、からの属性ごとに分けてるわけだから、6足す6でもうそこで12でしょ？ で、専用とかもさ、変えると、属性値とかまた変わっちゃうから、それで調整すんのに、補助とかいろいろ、変えているから、俺、デスペだけで多分20近く使っちゃってるんだよね。で、本職はガーディアンだから、まあ一応土ガーディアンと光ガーディアンと、まあ次元で使うような回復ガデと、あとお試しで作ってる回避4500の体力60万のガデ、もうそれで4つでしょ？で、バルキリーが、まあ2つぐらいしか作れないんだけど、まあ普通のアストラ大陸用のバルキリーと、あと普通のクエストのバルキリーで、からの剣姬とかでしょ？ 剣姬やって、で最近古代にも手出してるから、もうそこで12、3、15ぐらい使っちゃってて、もうほとんどなくて、で他の次元イベント専用の装備セットも作ってるわけで、全然ね、もう足りないの。次元イベって言ってもさ、6個だけでさ、もう6個使うじゃないですか。装備全然違うから。やっぱり早い方の装備組んじゃうからさ、そうなともう6個使っちゃって、で、他のイベントの次元で、やっぱり装備が違うじゃないですか。だから まあ今次元イベントが2個あるわけじゃないですか。その2個ずつ作らなきゃいけないし、ね、デスペと、剣姬と、古代と、バルキリーと、ガーディアンもやっているから、もう 5足す5で10でしょ。足んねえよ。まあ、かといってね、装備組み直すのも、まあ、非常にめんどくさいわけだよね。あ、やっぱりあれ装備するの忘れたっていうのがね、めっちゃめんどくさくて、あれが嫌なんですよ。ヒューマンエラーが生じやすいので、まあ、なるべくね、装備セットの方もね、早急にね、100個にしてほしいなっていう今日この頃ですかね。